久保哲さん、チンアナゴありがとうございます。ゆりにゃがたこ焼きに醤油つけて食べてたらしいけど、それってありだと思う。え、ありだと思います。それもよく食べますよ。醤油とかポン酢とかつけて食べますよ。普通じゃないんですか。こんばんは。まるひろさん、チンアナゴありがとうございます。こんばんは。たこ焼き、ソースもつけます。つけるけど、塩は初めて聞いたかも。こんばんは。醤油つけたことないけど美味しいよ。醤油とマヨネーズとか美味しい。あとさら、あの、なんだっけ、なんだっけ、あれ、玉、目玉焼きとかにも醤油とマヨネーズばっかりつけます。めっちゃ小顔効果ついてるやん。え、でも今つかん。なんでバグってる。マルチ5213ハートありがとうございます。最近涼しいねって。確かに涼しいかも。こんばんは。こんばんは。ハートありがとうございます。森地5213。ゆうちゃん、バラありがとうございます。こんばんは。こんばんは。晩ご飯食べに吉野家行ってきましたって。いいな、さらも吉野家行きたい。今日食べたね、お菓子がめっちゃ美味しかった。なんかね、牛タン味の。カイカイさん、お疲れありがとうございます。乃木坂46さんの回着てみたい衣装はね、欲望のリインカーネーションのダダ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 の黒いやつ着てみたい。大人っぽいやつ。ハートを燃えたらさ、ありがとうございます。コンビニはね、7のコンビニです。某7の、そう、セブンイレブンです。コンビニはJ
今日は雨だね。めっちゃ音が聞こえる。こんばんは、ヨッシーさん、こんばんは。チラッ、ワイリンガルさん、チラッ。コロッケとかは、ちょっと違う。それとはね、ちょっと違うんですよ。それも知ってるんですけど、ちょっと違うんですよ。東京も雨降ってた。東京行きたい、サロン。あれとか行きたい、あそこ行きたい、代官山とか行きたいです。徳島は今雨上がってる。そうなんだ、すごい。こんなどこも雨なのかと思ってた。歌唱力のレッスンはね、ソロはまだ指導はしてないけどね、予約はしてます。空いてる日がね、その日しかなかったので、最早でその日だったので。こんばんは。好きです。あ、間違えた。お疲れ様ラジオネーム、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。 C、 今も歌ってました。今もね、歌ってました。普通に家で大会もなってた。あ、そうなんだ、ちょっと用とかあるんだ。こんばんは。こんばんは。お仕事たくさんで大変やねって。いや、楽しいですよ。本気のさらちゃんが見れるの楽しみに、楽しみにしててください。そうそう、ハルジオン、すごい一瞬で分かったの。すごい、ポテトサラダにパイナップルってありだと思いますか。なし、なしだと思います。酢豚なら分かるけど、ポテトサラダは入れない。フキンタチョコって何ですか。ハルジオンの MV 服の、ほんまに？ほんまに言ってる？それめっちゃすごいじゃないですか。今日はパイナップルの冷やし、あ、そうなんですね。あ、なんちゃらプライム、アマゾンプライムのザ・スクドシンガー、何ですかそれ。そんなのあるんだ。あ、なんか歌のオーディション番組みたいなやつかな。 YouTube で時々回って、ほんまやラストのスタッフの、マジで、それはすごい。ほんまに？ほんまに？マイマイさんセンター。こんばんは。
新曲瞬発入り期待してもいいかなって。期待？しちゃダメとは言いませんが、まあソロもソロも知らないんで何とも言えないですけど、という感じです。頑張ってください。ありがとうございます。こんばんは。今日は15分経ったら終わりますね。まあ多分もうちょっとギリギリに始めたのでもうあれなんですけど、お名前呼んでくださいって。ナナのおじさん、今日のファッション見せてください。嫌です。今日は普通にダルギです。こんばんは。今日の前髪は、25点かな。25点。25点で。まあ、前髪、やってない、コテで、まっすぐにしてないのでね。ゴトゴトですよ。ほら、ここ長い長い長い短いみたいな感じです。そう25、でも妥当。あるのピエンってピエン。今何分だ？手術かもしれないです。頑張ってください。よいしょ。そろそろ時間だ。大悠さん、金魚すくいありがとうございます。よし、読もう。13位、おやじいさん、ありがとうございます。12位、かずっちさん、ありがとうございます。11位ヨシーさん、ありがとうございます。10位かっこゆうちゃん、ありがとうございます。9位あきまんさん、ありがとうございます。8位もやたろうさん、ありがとうございます。7位くっちゃんさん、ありがとうございます。6位ケブ PH さん、ありがとうございます。5位しんさん、ありがとうございます。4位カルマンさん、ありがとうございます。3位ゆうりさん、ありがとうございます。2位マルチ521さん、ありがとうございます。そして1位久保哲さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あっという間だったね。ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ。